はい、今回は SCP シークレットラボラトリーの日本サバで遊んでいきます。今回は警備員ですね。このゲームの説明は省きます。詳しくは動画の概要欄にある URL のサイトが説明してくれてます。とりあえず今の目的は、仮想に行き、SCP-914 でアイテムを強化します。ちなみに勢力図はこんな感じです。はいドン。ちなみに警備員はこれに含まれています。今は D クラスと博士に合流し、仮想に行くという話です。はい、ワンチャン登場、そして流血。こういう場合は医療キットで回復しましょうね。普通に死にかけた。どうやらおじいちゃんがいる様子。いや、行き止まり多すぎ。ついに SCP 代表ピーナッツくん登場。全員集中砲火開始。さらっとワンちゃんもいるじゃねえか。一時撤退。ちょ。開けて。はぁ、怖い。あ、また一人死んだ。あ。まあ待てよ、おじいちゃん。俺たちを殺してもいいことないぜ。あ、あの世送りにされた。いたのか。そうやな。では、私は先に行くよ。って、脱出できてんじゃねえか。なんとか機動部隊イプシロン11、インディア03に合流しました。多分この先におじいちゃんがいますね。そして AI の援護。これほど面倒くさいものはない。行け、吹っ飛ばしてやれ。無事無力化に成功。あとはピーナッツとワンちゃんと AI だけやな。一人死んだぞ。やめるんだ、ワンちゃん。俺を食べても美味しくないぞ。あれ、どこ行った？あ、いた。また一人死んだぞ。というより HP がやばい。一時撤退。待て、なぜここにいる？ HP が少ないんだよ。どうした、春向き？死にそうなんだよ。おい、動画撮ってるからって。頑張るんだよ。動画と HP は別物です。まあ、行くけど。俺たちが撮れ高を作ってやるから。優しい SL メンバーの図。ちょ、どんな動きしてるんだよ。一体。あ、死んだ。そしてカオスとして全盛、無事勝利しました。お疲れ様でした。それでは今回はここまでです。ご視聴、ありがとうございました。